では皆さんこんばんは、スーマーと申します。今日は霞向さんにようこそいらっしゃいました。初めて出演させていただきます。最近神奈川県の横浜から来ていますけど、最近やたらと大阪のライブが増えまして、緑橋のね、新楽座の直美さんという方がいらっしゃるんですけど、その人が尋常ではないオファーをしていただきまして、ほぼ毎月来ているという、まるで俺がなんか市議のあたりに住んでるような感覚でオファーしてくれて、で、今日はモジョさんの、お誘いで活力屋さんに、来させてもらいました。もうチラシ見ると知ってる人ばっかりで、なんかこの真後ろに不吉な顔したポスターまで荷物が空
さんとはね、あの同い年なんですよ。で、なかなかの、あのね、日本語カバーをやってらっしゃって、まあまあレパートリーが被ってるんです。で、今日はどうしてやろうかみたいな、今現在迷っている最中です。どんどん被せていこうかなっていうね。もう一回聴いていただくことになるっていう曲がたくさんするかもしれないけど、まあ次の歌はちょっとかする感じで。遠出したくなった今夜の俺はどこへ行くのだろうか。車の揺れるのに身を任せながら思い出さずにはいられない。が賑わってたあの頃のことを細い路地の古い階段を降りてったいつもの店のドアを開けたのだが誰も振り向かなくてあいつもいなかった。思い出さずにはいられなかった。ちょうどこの港で知り合った仲間たちのことを「あの女はやっぱり待つのだろうか」「波止場にたたずめば秋ももう終わりさ」「思い出さずにはいられない」あの頃のことを。この港が賑わってたあの頃のことを。
とうございます。にぎわいということですか。スーマーさんのライブ見に行きましたって言ってましたけど、見に来たんじゃないぐらいのもうちゃんと音響まですごいちゃんとやってくれて、最後はあの一緒にね共演までしてくれたという、いつもそういう感じでお世話になっている人と今日はツーマンライブです。本当に感謝。